後片付けしな。私の子供だよ。私の言うことを聞いてればお姉ちゃんとここでずっと暮らしてもいいからね。嬉しいだろう。今度もっといい着物を買ってあげるからね。何やってた。旦那様のところに来ちゃダメだ。姉ちゃん、いいからおいで。やだ。せいちゃん、うん、そろそろ遊ぶのやめてお稽古しようか。うん。
姉さん、どうしたの？姉さん。うん、何でもない。大丈夫？おばちゃん、傘あるかい？そこにあるよ。町の様子見てくら。